マイケル・マナはアメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。スティービー・リチャーズのリングネームで知られる。アイアン・マイク・シャープがニュージャージー州にて主催するレスリングスクールに入門。1992年2月25日、イカップリング・ウィズにてプロレスラーデビューを果たす。1995年、レイベンの部下として活動。1996年、 ヌオのパロディ集団部を結成。自身は、ケビン・ラッシュのギミックのパロディであるビッグ、スティービー・クールを演じた。1997年、レーベンに続いて WCW へ移籍したが、WCW での活躍は振るわずすぐに、イカップリング・ウィズへ復帰。1998年には、岩ジャパンに初来日した。1999年に、WWF へ移籍。 当初は、無時代と同様に、レスラーのモノマネをするコミカルなキャラクターだったが、2000年より、リングネームをスティーブン・リチャーズに変更し、WWF の風紀検閲活動を行う、ユニット RTG を結成。ブルブキャナン、ザグッド・ファーザー、バル・ビーナス、アイボリーらをメンバーに、ヒールの主力ユニットとして活動した。2001年の WWF 対、 WCW イカップリングウィズ連合軍の構想アングルではアライアンス側に所属、クロニックのマネージャーを担当した。2003年アライアンスのストーリー集結後はハードコアマッチ戦線での活動を経て2002年末よりビクトリアとのコンビでサイコ系のキャラクターに変身。2003年下期からは RAW の前座番組であるヒートを主戦場とし、 スティービーナイトヒートを名乗った。RAW 出演の際は主にジョバーとして登場し、クリスマスターズの RAW デビュー戦の相手も務めている。この年の11月6日にリチャーズはホームパーティーを催した。しかし、参加者の一人だったクラッシュホーリーがオートブツを喉に詰まらせて死去するという事故が発生した。2005年の WWE カップリングウィズ。 S1 ナイトスタンドに手部が再結成されると、スマックダウンに移籍して部のリーダーとなり、メキシクールズと構想。同年7月のグレートアメリカンバッシュでメキシクールズに敗れると、再び部以前のギミックに戻り、スマックダウンの前座番組、ベロシティへ活動の場を移していった。 2005年後半からリングに登場する機会が減るが、2006年3月のサタゲーナイトメインイベントに際して、シェイン・マク・マホンのスパーリングパートナーを担当。同年、WWE 内の第3ブランドとして、イカップリングウィズが復活すると、リングネームをスティービー・リチャーズに戻して移籍した。2009年2007年は、ケビン・ソーンとミニ構想を展開。2008年には、 イカップリングウィズ第100回目の放送でゲスト解説にも入ったが8月に WWE を解雇されたその後は tn でドクタースティービー・リチャーズとして活動2010年7月よりミック・フォーリー、ロブ・バンダム、レーベン、トミードリーマー、ライノ、チーム 3D、アルスノーラと tn 版イカップリングウィズオリジナルズである EV2.0 を結成した2011年 ティエネから離脱。5月にルチャリブレ USA にヒールとして参戦し、アンチメキシコイニットに加入。7月にはリングデビューしてロッキーロメロと対戦した。2012年、エクストリームライジングやフロリダ州を拠点とする CCW やアイカップリングウィーズに参戦。10月にはアメリカンチャンピオンシッププロレスリングに参戦し、アラミオを破り。 アスポヘビー級王座を獲得。11月と12月にはエクストリームライジングにて行われた初代エクストリームライジング世界王座を争うトーナメントに出場。決勝まで進み、決勝ではライノを破る初代王者となる。2013年、サウザンチャンピオンシップレスリングフロリダのメインイベントで、ドエヘビー級王者のリコカサノバとチャンピオン。 VS チャンピオンマッチを行うが乱入に IGI は、ノーコンテストとなった。また、SCW ヘビー級王座、アスポヘビー級王座、エクストリームライジング世界ヘビー級王座の3王座を、同時に放置するようになる。エクストリームライジング世界ヘビー級王座を、ドバのレスリングレジェンズツアー2013ツアー中にドバ、ライトクルーザー級王者のタルカンを相手に防衛。 その後もタイトルの防衛戦を繰り返しており、4月にはレイベ弁を相手にタイトルの防衛戦をしている。スティービーキック、ありがとうございます。